第2回上位勢はどれぐらい強いんじゃということで、モアさんとのコラボも入れたら第3回なんですけど、まあこのタイトルにしか第2回なので第2回とさせてください。前回白猫さんにボコボコにされました。やめようと思いました。ただ同時に声かけてた方が OK してくれました。この方です。 NXAK さんです。お前 NX ばっかりやないかい。お前 NX ばっかりやないかい。お前ということで、俺の性格上ちょっとフォロワーもらってる人にしか、まあちょっと声かけるの申し訳ないかなということで、MT 以外食べろ。フォロワーもらってない人以外申し訳ないかなと思ってね、フォロワーもらってる人の中から選んだこういう結果になりました。たまたまですね。俺が NX 好きだからとかじゃなく、たまたまですね。はい、ということで、このキノコでショット化して絶対受けろ。じゃあ避けろよ、キノコでショット化して。これびっくりバナさんにー当たんない。これ上の方が速いんだもんね。これさ、俺初めて走った時に下が勝手に速いと思い込んで下で走り慣れてたから、もう下に勝手に行く体になっちゃった。これで勃起した人は素直に高評価をしてください。興奮したらね、当てて俺に当たりそうだったわ今危ねえ。このボム当てる。いや、これもっと右だったか。こういうさ、ラインにちゃんと投げるとかさ、しっかりしようやって話ではあるよな。とりあえず赤さん引けたら俺の、ミドさんではない。とりあえずこのルートには絶対行かない。絶対このルート行ったら殺されるってわかるから、ラインをずらしてって。いや、赤さん欲しいけど、一旦ちょっとこれまっすぐ持ってって、ミドさんのあの直線でやりに行こう。この次の、ゴール前の直線でやりに行く。このバナさんも消しちゃダメで、オッケー、これでやる。ここら辺じゃない？ここら辺じゃない？全部食われた。嘘でしょ？待って、これやばい。いや、もう何してんの？待って、でも赤さん引けばいいんだ。ああ、ダメだ、赤さんが出ねえ。これダブルか。これ絶対左行ったら死ぬって分かんだ。俺だが絶対左行かねえんだ。左行ったら死ぬって分かるから。バナさんか。ほら死んでた、ほら死んでた、言ったろ、ほら死んでた。うるさいでしょ。いやー、これきついか。いや、外か、越せるライン、これ。いや、これ多分上と下の差で俺負け。下行ってる。待って、いける、待って、いけるぞ。よし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 。わあ、わあ、さ、なんで雑魚なのに調子乗るから。意味がわかんない。まだ俺より雑魚のやつとやって俺側が調子乗るのはわかる。なんで俺より強いやつとやって俺側が調子乗んの。意味がわかんない。なんで俺は調子乗ったの。この AK さんとこの駅場で総力対決できるっていうこの初動ですら俺は興奮を覚えてるけど、俺勝ったけど、勝ったけど、はい、俺の方が総力ある。怒られる。しかもこれコイン2枚あんじゃん。あ、タイマテ2ってコイン2枚あんだ。ごめんなさい、調子乗ってたね俺。こう普通に怒られそうなんだけど、動画消させられない俺。ちなみに、あ、もうやばい。うわ、これやばいわ。もうバナさん、くっそ、バナさん保持だよな。保持ってても当たってた可能性あるけど、いや当たってないか、さすがに。 OK、 まあとりあえず回して、結局赤さんだから、対バンのいいとこ、なんで俺が上位勢と戦ってもまだ、動画になるような戦いをできてるかっていうと、ダイナミックだからです。うん、わかる。赤さんが出るし、いくらでも、だから俺がブロンズに負けうるルールがダイナミック対バン。逆に言うとグラマスに勝てる可能性があるのがダイナミック対バン。俺でもね、そういうことです。だからこの勝負も、運で勝つ。運で勝って面白い動画になるの俺がする。ドゥンドゥンドゥンドゥドゥドゥ、あぶねドゥンドゥンドゥン。いや、これショート化しても造成勝てないから、まず回さなきゃいけない。回してとりあえず被弾させるアイテム。いや、赤が欲しいけど、もうこういうところで差が開くよね。おい、何組んだ。はい、チーター、はい、チーター、よくない昔の FPS キッズ。はい、チーター。これどうやって勝つかというと、サンダートゲ、お願い。この次のアイテムでサンダートゲ引くわ。引けなかったら俺もう、もうサンダートゲ引いた到底だ。ちょっと企画倒れの匂いがしてますが、全く一緒。白猫さんの時と全く一緒。キモいっしょ。もう、反省、成長、学び、すべて欠けてる。終わってるわ、俺。何をしてんの？同じような動画ばっか上げて。なんかラウンジ動画もなんか、微妙な負けてるラウンジばっか上げて、タイマンボボコボコにされてる。その動画しか上げてない。俺も、なんか、復帰して2週間ぐらい俺、その動画しか上げてないけど。で、なんか質問コーナーも昔のだし。俺、それ以外がないのか、お前。
まあでも言うて 2-0 だし、まだね、赤さん引けてないから、まあ全然まだね、まだわからない。この FB も前投げするけど危なくないとこで、どうせ当たんねえんだよな、このレベルになるとね。まずく、うわ、話すな、もうしてんの、もうだからさ、こういう話してないじゃん、前見ろや、運転中だぞお前。昭和の共感情教習所だ昭和の教習所って、オッケー、赤さん、まだあるまだ、ちょ、何してんの、昭和の教習所って俺の新しい一発が出たけど、これ赤さんどのタイミング、あー消えてるならもう投げよっか、赤さん、いや、あ、これ熱い、これ防御取れない、このいいタイミングなんじゃないか、この防御取れ、オッケー、熱いで当たってて、もう一被弾でやっとケツにくっつけるぐらいかな、もう一被弾で抜けはしないな、頼むから赤さんお願い、お願い、ダメだ、お願い負けないと、出ないと面白くなくなる、やばい、これ出ないと普通に面白くない、うわ、俺がただ変なこと言ったクソみたいな球になる、このドルミだけ許す、ドルミだけ目せめて、もうちょい面白いこと起きて、赤さんマッチャン、オッケー、これね、いや、これね、まず1被弾は絶対確定しなきゃいけない、で1被弾した後にメイズジャイロで倒す、もうキヤさん、マジでキヤさん、あっ、どうせーのバカ、これなる、ある、もう一回、もう1弾、うーわ、防御待ってる、マーキーの絶対 4-0 はいけない、ちょっと絶対 4-0 はいけない、 4-0 いくってことは 5-0 になるから4-0 いくやつはもう 5-0 になるから、絶対、あ、待って、言うの忘れてたわ、5先ね前回と一緒、5先ね、もう言うの完全忘れてたわ、正直の出ないか、これでも、いやー、ケツ、これ怖いけど、コインも欲しいよな、これ怖いな、このバックスラしてこない、ちょっとコイン取ろう、危ねえ、オッケー、ちょっと危なかったけど、コイン絶対取って、よし、いいぞ、まずは早めの赤さんで、パブロンと一緒、早めの赤さんが大事、んどれだけ早ければ早いほどいい、パブロンと一緒ね、もう俺この例えがうますぎて、俺もパブロンしか言わないわ、今日これ避けてダブル絶対割って、赤さん、まあ赤出るだけ全然マシ、いや、これもう運搬する、赤運搬っていう意味わかんないことする、これさ全然いいんじゃない、これ、あっけ、オッケー、これもう赤引かれなきゃ勝ち、赤引かれてもキノコ吐けばいいから、これもう3周目までショート化する勢い、ごめんね、怠慢でこんなキノコみたいな欲しいって、申し訳ないけど俺勝ちに行く、理由は4-0になったら5-0になるから、絶対に4-0になったやつは5-0になるから、俺今後この動画上げるか上げないかまだ分かんないけど、このシリーズ4-0になったら5-0になるっていうのは、ここから言い残していきたい、ずっと、オッケー、赤絶対引くな、この2個のアイテムで赤引くか引かないか、引く確率多分9割ぐらいあるけど、うまっ、オッケー、避けて、熱い、ここで赤なければいける、オッケー、引くな、赤、あともうここで距離開けて、赤とキノコ引かなければ全然もうこのまま逃げれる、引いてる、ラグい、どこにいる、AK どこにいる、どこにいんの、近かった、やべ、バース、あぶね、お願い、明かりダメ、投げないで、お願い、柱は見つんだよ、投げないで、よし、ここ投げないなら、あー来た、やばい、ダブル防御、よし、熱い、マッシュ、よし、ブメ、よーし、3-1になるやつは3-2になるってことは、3-2になるやつは3、まずはちょっと点差考えないで1ポイント1ポイント積み上げていく、そして気づいた時には、わーり、ちょっとさ、もう走んのミスんなや、気づいた時には、3対4、4対3、わーリーチだっていう、日本歴15年の海外から来た、ほとんどペラペラだけど、ほんのちょっとだけ海外の匂いがしている日本語の喋り方をした。わーリーチだっていう、日本語ペラペラだけど、まだちょっと、イントネーションかっこいいよねっていう。これ赤消されるな。まあ、それぐらい消されるわ。グランドマスターになれば。まあ別に俺ぐらいでも消せるし。ツンデレラウンジャー出て。よし、これちょっと設置怖いから投げとこうぜ。これ投げて、ほら、設置してくんだよ、こういうやつは。ダブル防御したーんって。なるほどだったが、コイン取って、コインないとさ、まずこの総力で下がるのにコインの差でさらに離されていくっていうことがあるから、噛んでないのに噛んでるように見せるの逆、逆だわ。噛んでるのに噛んでないように見せるのうまいでしょ。俺噛んでるのに噛んでないように見せんのと、面白くないのに面白く見せんの得意なんだ。俺特技、面白くないのに面白く見せんの得意なんだ。これもねっていうのも面白くないでしょ。ただ、きたー今のもね、特技が出ました。コツは、声量です。
声量、テンション、勢い、全部パッションパッションでやってる俺は。パッション実況とりあえず投げて、オッケー全然ある。これとりあえず1被弾は絶対確定でさせ、オッケー絶対1被弾で、なんなら食おうぜこれ。うめ、消えたどういった、オッケーじゃあ逃げろ、じゃあ逃げろ、じゃあ逃げろ。落ちたか、わかんねえ、どこに落ちた、黄色ルート落ちた。きゃ、水はもうここで防御、いやコイン出たと一緒、コイン出たと一緒だと思う。設置気をつけて、設置してないよね俺。オッケーいいぞ、熱いと、いやシングルか、ただこれは黄色ルートじゃない、熱いマジでいける、よし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 。あとはボムスラ、どこ誰、よしオッケー、まずは自己ベスト更新2本取ったよし、白猫さんにやったあの左から2番目のやつやります。ちなみに白猫さんとの動画上げる前にこれ撮ってるからね、これ2番目です。3番目割られましたあ、同様で、やばい同様だ、もうやめて、じゃあもうかっそこの初動の10秒か、全てにおいて負けた、なんだろう、もうまあ大丈夫ね。俺が始めたこのホスト、ダイナミックにしました。赤さんが出ます、そういうことです。どの距離があっても2連続で赤さん引き合う、もう3被弾4被弾、なんなら5被弾、なんなら6被弾ありますから、とりあえずスターで距離を詰めていきたい。木野さんだったらありがたい、熱ー、これ距離詰めてって、とりあえず距離詰めて、いや距離詰めた上での赤さんが一番熱いんだけど、どうなんすか先輩、いい後輩みたいなね、いい後輩みたいな、ねこの距離だったらまだ油断できるからこういうことも言えます。いい後輩系実況者になる、お前あかんすよそれ、ちょっとやめてくださいよ、俺の置いたバナナ忘れてた、もうやめてくださいよ先輩、これブメ3投目当てれます、先輩ならいけます、やめてくださいよ、俺のいい後輩イメージ何なのこれバナナ赤さん、あーっとぬるっと負けた、お願い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 オッケー大丈夫大丈夫、これね桃缶でも同じことされたじゃん、1周目でいきなりバックスな、ただねここチーズランド関係ないね、12周関係ないね、ということで俺の爆笑漫談でもする、関係ないから俺の爆笑漫談でもする、まあでもしなくていいか、また今度で期待させてハードルだけ上げまくって、期待させてムッカムカになってムラムラにさせといて、お預けお預けよ、ポルノスターみたいに俺の実況ポルノスターみたいにいくわ、あーこれ届かないか、オッケー、これバックスな、もう見た見た、さっき見た、ここで当てられた、赤だからちょっとはセーフかな、これシングルだから多分オッケー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 、ダブル防御じゃないから投げられなくて、よしとりあえずこれ削ったので安心ではあるけど、まずここで回し続けて赤さんを引きたいよねっていう、緑じゃない、ただこの緑さんも結構相手からしたら嫌なとこで投げれるんじゃないかっていう、おっとーグランドマスターうまー、逃げろ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 、よしよしよし、相手のミスからこうやって勝ちにつなげる、やばいこれでも木の先からもうチーズランドじゃんここ、普通に追いつかれるわ、いやもう1被弾か、いやこれ普通に加速あったら多分抜かれて終わりなんだよな、いやこれもう1バックスの当てないとだな、ただこれ赤さんも守れるからな、この状態だったら、どうしようこれ、投げるかこれ、うわー俺がグランドマスターじゃー、見たか俺の勝ちだ、よしこれで何対何、4対2 4対3待って危なっよしこれはうまい、これはうまい、はいこれもうまい、これもうまい、はい、よしここで殿下の宝刀キノコキャニオン、おっとここでコーダスのキノコキャニオンだ、モアさんにも勝ちました、白猫さんにも勝ちました、1010でね、始めようか9レース目の道のりを、またコーダスしょうもない勝ち方するんだろうって思ってんだろう、最後掛け声でうわーって言って勝つみたいな、
そうですけど、何か何が悪いの。9レース目やりたいんだよ俺は。いくらズルをしてもズルじゃねえよ別に。なんで俺ズルみたいになってんの。俺のキノキャニが別に本気で戦ってんだから。ちょっとこれ嫌がらせして、さすがに無理か。オッケー、このミドさんはとりあえず捨てといて、まず崖越えで前出て、まず一旦前出んのよ。ずっと後ろいりゃいいってわけじゃない、一旦前行く。こういうね、こういうプレイ。うわー、うんま、直当て、うますぎんだろマジで。ただこれ赤、もう間違った、もう何してんの。赤だったから1位はキープできてるけど、別に1位キープしたいわけじゃねえんだ。赤引かれてない。よし、コイン知恵出そうや。オッケー、避けて。ごめんね、今ちょっとゲップが出そうになったわ。このタイマン中にゲップが出そうになった。よし、こういうね、こういう起点も聞かせていこう。あーっと、まずい。ただキノコでいいけど、いやこれはちょっと一旦普通ルート。いやー怖い、このブメが。やめて、アウト。なあ、うますぎ、なんでアウトに投げんだおめえ。わあ、うますぎるわ今のアウト投げ。ただキノキャニオン、キノコキャニオン、まだあります。本当にまだあるか。いや大丈夫、赤引いて赤さん裏キノコで勝ち。さすがにない、そんなこと。やばい、負ける。いやこれ崖越えじゃ届かない、この距離。もうラストで、いや柵越えか。いや普通のショートカーじゃ届かないんじゃないこれ。いやタヌタヌタヌ、頼むキノコ、まずキノコ。うわー、くぅー、これがくぅー、来たね。シャープ2でこの数字を見るとは思わなかったよ。俺も勝つわとは言いつつも、赤さんに頼るタイマンをします。でも、いや今の気持ち、いやチーズランドとキノコキャニオンマジで気持ちいいわ今の。いやこんな綺麗なタイマン動画ある、ないよね。よし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 、とりあえずコイン取ってって。いや熱い熱い熱い、俺に流れが傾いてんじゃないのかい。よし、これは俺 TA やってるから、昔 UMT 貯めれるんですよここで。早めに着地して、とりあえずバナさん削ってくるけど、オッケーオッケー、全然いい全然いい全然いい。バナさんの強みが出てる。大丈夫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 、いけるぞ。あー、いけるいける。焦ってんじゃないの。焦ってるよね絶対。だって俺は別に負けても、あー AK さん強いなーっていう意見にしかならないと思うけど、みんな、あれ AK さんゴーダスに負けたのってなるからね。タイマンとか知らねえよ。まあ別にラウンジで負けてるかもしんねえけど、タイマンで勝っても、あー勝った、勝った、よし。いや、キノさんで詰められるけど、あと赤さん、キノさん赤さんでまだまだ分かんなくなるから、とりあえず走りのミスをすんなって言いながら UMT を出していないが、オッケーオッケーオッケー、この距離は熱い。この距離をさばけるのは私。これ表のままでいこう、2服でいくから。よし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 、この距離熱い。マジで勝った、マジで勝った。シャープ2にして、しかも上位勢の中のさらに上位勢、 AK グランドマスター。まあやばい、いやまだ勝てる、大丈夫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 。いやブメか、ちょっと待って、もう何にしてんの、やばいわこれは。避けろ、絶対避けろ。やばい、終わった。よしよし、いける、キノコキノコなきゃ勝てる、頼む。わあマジ、わっ、もう惜しかった、あもう動画とかじゃなくて普通に悔しい、あ悔しい悔しい、だがそれでいい。